アスカルあるいはアスピンとはフィリピンにおける雑種券のことである。アスカルという名は野良犬を意味するアサングコリエというタガログ語由来の根性語であり、実際にこうした犬が街路をうろついている様はありふれた光景である。フィリピンの動物福祉協会はアサングピノイの略語のアスピンという別の語を提唱してきた。セブアの語では野良犬はアイロングビサヤと呼ばれ、 直訳すると、ビサヤ犬あるいは、土着犬という意味である。ビサヤという語は、明確に、ビサヤを意味するわけではないが、ある特定の地を由来とする人間や動物を表す、言葉である。例えば、マノックビサヤとは、ある地域を原産地とする鶏肉の品種を表す。この語は、前述の犬が根血された犬というより、むしろ、純血の先祖を持たない。 非人為的な雑誌権と考えられていることをほのめかしている。そしてこの語はもっぱら、ビサヤ人の視点によるものである。というのもアイロングビサヤは、気質や身体的特徴において、フィリピン諸島全域に見られる他のアスカルトの違いはないからである。身体的にはこの犬は、あらゆる形状、輪郭、そして大きさを含む。 メスの体高が30から40センチメートル、オスが35から48センチメートルであり、紐は、短毛もいれば、もじゃもじゃの毛もいる。毛色は黒、褐色、トラフ、グレー、クリーム、白。反転が通常尻尾の付け根や背中に、半円状で見られる。毛色が褐色であれば、鼻の色が黒である場合がある。尻尾は大抵高く保たれ、耳は垂れのみ。 半立ち、あるいは完全な立ち耳である。骨の構造は標準的で、ロットワイラーのような太さはない。徐ジ々ョジョアイソレーナによると、簡単に捕まえられる犬というのは食用になる。可能性が高いため、人に飼われているアスカルは通常より打ち気で、怯えやすい傾向にあるという。パウズは残虐な行為や虐待に関する、ある時期の通報の98%が、 アスカルに絡んだものであったと報告している。時折、プル、マイナスタン、おつまみの総称の食材として使われるだけでなく、アスカルは家屋や農場の番犬としても育てられてきた。生来他人に対する警戒心が強く、独立的で家族を守る意識が強い。家族に対する深い愛情があるため、幼い子供の同伴にも適している。大抵フィリピン人の飼い主は、 アスカルを他の犬と交流させるために自由に街の市場や近所をぶらつかせているために事実に反し、欧米人からは野良犬と見られてしまう。だが、アスカルを特に常に発情期のメスを探しているオスは夕暮れ前には帰ってくるよう求められる。メス犬は大抵家にいる優秀な番犬だ。飼い主なしでぶらついている犬は無料でプル。 マイナスタンを欲しがる捕獲者の餌食に特にオスのアスカルはなりやすいのだ。ナイフで負傷したり、足を引きずりながら帰ってくる飼い犬という話は珍しくない。アスカルは犬の捕獲者に捕らえられ食べられるのだが、この肉はアスーセナと呼ばれる。アソセナは動物保護法として知られる共和国法律第8485号により、 フィリピンでは1998年から法律で禁じられている。ただし、北部地域の土着の儀式として殺され、食される犬については、対象から除外されている。首都マニラでは、マニラ首都圏委員会条例82-05により、食用のために犬を殺し、販売することを明確に禁じている。アスピンは2013年の第1回フィリピンドッグアジリティチャンピオンシップスへの 出場が認められた。また、パサイ市で開催された2015ペットエクスプレスドギー、ランではアスピンが特集された。ジルダ・コルデロ・フェルナンドのエッセイの中では主役として扱われている。アスピンは沿岸警備隊で嗅覚により爆発物や麻薬を識別する訓練を受けている。ありがとうございます。